キャンディー55 7周年記念ワンマンライブ。その直後の楽屋で、モチベーションはめちゃめちゃ高いんだけど、コンディションが過去最低のライブですね。本当に心と体は一致しなかった日ですね。その原因がその時ステージで発表されていた。キャンディー55、本日をもちまして、アイドルと名乗るのはやめたいと思います。アイドルじゃなくなる。これめっちゃ放送してほしいんですけど、アイドロックっていうジャンルを切り開こうってして、 それをコンセプトに6月28日発売の CD をずっと売ってきたんですよ。活動もしてきたのにアイドルをやめて、やめるってなんかどうすればいいのみたいな感じです。まだじゃあ当選は取れてないわけっていうか、なんか何がしたいのか分かんない状況、本当に。それが Yes 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 っていう今回のシングルの曲に入ってるんですけど、磯野が作詞させていただいた曲にもう全てが詰まってます。この日最初に歌われた新曲 Yes 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 の歌詞は強烈だった。でも5人でワンマンだろ。5人、この5人いればなんか何でもできる気がしますね。結論すげえ団結したっていう、今うちらがしっかりすればいいんじゃん。朝はにこやかだった。おはようございます。久しぶり。どうも久しぶりです。会いたかった、会いたかった。本当かよ。本当ですよ。リーダー元気だよ。元気だ。でも声が出ないらしいじゃん。声がなかなかなんないけど。暑い暑い暑い。今日はね、もうワンマン後のために打ち上げ用に家からビール持ってきました。つまみ。今日はもう最高に気持ちよくなっていこうと思います。渚はやる気だった。やってやって、みんなまだ飲むだよこれ。メンバーがだいぶ変わったので、うん、残るだろう人が残ったって感じ。選ばれし者です、ね。長年共にやってきた佐伯と、研修生から昇格したシシドが卒業し、リリースもライブも5人体制となった。その落書きだらけの T シャツは何？お客さんの T シャツです。みんな頼むんですよ、落書きを。あ、書いてくれって？そうなんです。みんなサイン入れになる。リンさんもすごくないですか？やばいっすよね、これ。本当に気持ち悪い。放送ギリギリだな。こんなおっぱいでかくないだろう。いや、あります。言ったってください、言ったってください。寄せればあります、寄せれば。言ったれ言ったれ、脱ぎますか。脱ぎますか。19とかですかね、初めて。そうね、そう、もう21歳になっちゃったんで、16歳っていう設定に最近してます。キャラブレブレなんで、どうにかしてあげてください。キャラ特になし。最近モデルやってるらしいじゃん。やってます、ガンガンやってます。めっちゃ楽しい。顔も違う。顔も違います。ヘラヘラ。ちょっとモデル顔してみてくれる、カメラの人に。あ、違う違う。違うわ、やっちゃった。長いですね。でももう4周年かって感じ。4年も経っちゃったかって。だってそんくらいの年の4年ってさ、結構でかいじゃん。でかいですね。捧げた甲斐あった。捧げた会、いやでもあったと思います。じゃなかったら私多分ここまで生き生き生活できなかったかもしれないです。なんかこれだけ楽しめるものを見つけたっていうのが、まあアイドルとか歌歌って踊ってっていうことだったんで、今日も家出る途中とか、なんかやっぱり当日でもやっぱ行こうって決めて予約とかくれるじゃないですか、ライブ、ワンマンライブに行こうって。なんかその予約が一気にバババババって来た時とか、なんかもうすっごい感極まっちゃって、電車の中で泣きそうになったりとかしてて、あ、やばいやばいやばい。今もグラビアやってる？やってますよ。今もグラビアポーズやってる。あ、まあね。Gカップアイドルとして
DVD も出している磯野。まあやっぱ磯ちゃんはグラビア系なんで、まあ衣装はもっと脱いでるんでお楽しみにって感じです。やっぱおっぱい大好きですよね。そんな磯野がバンドリ派に見入っている。あーもう泣きそう。あーちょっとね、頑張んないといけないですね。本当に泣いてる。いやマジでちょっとなんかね、もうすんごいいろんな感情がバーってなっちゃって、もう今とかキャンディ本当に崖っぷちなんですよ。まあ人数も減って初めて5人でワンマンライブもやるし、 CD のリリースも初めて5人でやってっていう感じで、本当に崖っぷちでもっと頑張らなきゃなっていうこう思いとかも、もういろいろもう、うわ何が楽しくて7年もこういうさ、そんなにそこそこ辛い日々を過ごしてるわけ、うん、7年ここでやめたら、まあなんか負けな気がして、そう絶対に逃げたくないし、前はなんかそこまで本気には本気だったけど、いけるぜみたいな感じじゃなくて、今はもう本当にいける確信ができてるので、このメンバーでならいけると思って信じて頑張り続けております。泣きそうになるからな